こんばんは。あなたの前テレビ、電気 TV のボスケです。今日はね、白衣を着てますが、顕微鏡動画のね、続きでね、撮ってますのでね。まあそういうことでね、このようなコスチュームです。よろしくお願いします。というわけでね、今回はね、ちょっとショートムービーということで、書籍をね、紹介したいと思います。もちろんね、書籍といってもね、天文とはね、全く関係ない書籍ではありません。実はね、以前ね、サブチャンネルの方でね、紹介したことがあるんですけれど、この本、これがね、3日後に死ぬ君へということで、ユーフォニウム先生がね、書かれた本なんですけれど、まあ本っていうかね、小説ですね。この小説ね、読まれた方いますかね？あまりね、ネタバレしたらいけないんですけれどね、なかなかね、素晴らしい作品でね、このように生み出していただいてありがとうございます。ということで、また買っちゃいました。今回ね、これをね開封します。まあ、いつものねチャンチャラチャラっていうね音楽はねなしで開けたいと思いますが、はい、今回もね文庫本です。実はね今までね文庫本になってなかったっていうことなのかな。このタイトルとしてはね初めてなのかもしれませんが、これ星になりたかった君に、ほらデザインがねもうね巨大な望遠鏡ですよね。タイトルもね星になりたかったっていうことなんでね、まあこれはねこのね天文チャンネルとして紹介したいと思ってね、今回この動画を作りました。この間ね、サブチャンネルでね、私もね、ユーフォニウムね、吹いてたと思うんですけれど、そのユーフォニウムからね、来られたね、このユーフォニウム先生ね、もちろんね、音楽もね、すごい熱血でね、活動されてる先生なんですけれど、数少ない天文系小説家っていうことで、このタイトルはね、特にドラマ化されてるって書いてあります。私ね、ちょっとドラマ見てないんで、この作品もね、内容全く知らないから、まあネタバレする以前にね、内容もね、お伝えすることができないんですけれど、まあ夏休みね、読書感想文書くね、お子さんもいるかもしれないのでね、このようなね、本をね、読書感想文ね、書かれてもいいかと思います。昔と違ってね、明治の文豪じゃないとダメだってね、そういうきつく言う先生ね、いないと思いますのでね、ぜひね、お子さんのね、興味のある分野のね、本をね、読まさせてあげてください。星が好きなお子さんだったらね、このようなね、星に関係したタイトルのね、小説をね、読ませてあげると、興味を持ってくれると思います。ちょっと、あらすじだけね、ここに書いてある文だけね、読んでもいいですよね。祖父の遺志を継ぎ、私設天文台の守り番となった大学生の鷲神修生。なんか羨ましいですよね、天文台を引き継ぐなんて。星祭りの夜、高校生の琴坂奈紗と出会う。私ね、星になりたいんだ。NASA は誰も知らない星を一刻も早く見つけたいと強く望んだ。その星に自身の名を付けるために、修正も一度は断念した新天体発見への情熱を再燃させるが、それは二人の悲しい運命の序章で。結構悲しい系のね、物語かもしれないですね。そっから先はね、私も読んでないので、わかりません。ということでね、まだまだね、なんかね、梅雨っぽいね、空もね、続きますので、よろしかったらね、これ、読んで、雨降る夜をね、お過ごしください。ということで、今回の動画は短いですが、以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。